Happy birthday to you. 誕生日なんだろ、お前。だから一応、別に僕はめでたくもなんともないけど、マモンやアスモがはしゃいでるから空気読んで祝ってやるよ。心の中でドラムロールしとけよ。なんと、じゃじゃーん！今日一日、僕の蔵書、どうだ？嬉しいだろ？何から読もうか迷うだろ？マジかよ！僕が今最も推しのラノベだぞ！お前、なんか気が合うよ。え、あ、変な意味じゃないぞ！誤解するな！僕はただ、僕以外にこの、俺の使い魔はカボチャのランタンの、一見稚拙とも取れる文章の裏に隠された深い意味とか、地味で必要性がないように思える挿絵の何気ない描写から読み取れる主人公の心の変化とか、そういうのがわかる奴が僕以外にもいるんだなって思ってちょっと感心しただけだから。仲間がいて嬉しいとかそんなんじゃない。まあそういうことだから。今日は僕の、早く来いよ。出ないと僕、アニデーモンに買い物。誕生日おめでとう。今日お前の部屋の前に大量に食い物を置いていったんだ。誰からかわからなかったと思うけど、あれは俺。そうなのか？お前すごいな。マッドデビルの激辛芋盛りチップスとか、甘美なる死の地獄よりも暗いショートケーキとか、俺だとすぐにはわからないような食い、お前を喜ばせる食い物は何かって考えたり、限定のドーナツショップに並んでみたりするのはすごく楽しかった。お前のためにやったはずなのに、俺がこんな気持ちになるのは変だけど、でも、ありがとう。次は一緒に買いに行くのはどうかな。きっとそっちの方が楽しい。その時までお前に食べさせたいものリストを作っておくから。まずは明日、首なしカフェの新作ケーキを食べに行くっていうのはどうだ？あ、俺が食べたいからじゃないぞ。来年に向けた味見だ。な、行こう。おはよう。今日は誕生日なんだってね。実は俺たち兄弟で君の魔界でのアニバーサリーを盛り上げるためにいろいろ考えたんだけど、その第一弾が君に悪魔流貴族のブレックファーストフルコースをご馳走するってことだから、着替えたらダイニングまで来てくれないか。それもできたら早く。よかった。さっきからベールのつまみ食いをみんなで阻止してるんだけど、もう限界なんだよね。あ、レビン、そこ、ベールが狙ってるぞ。させるか。食わせというわけだから待ってるよ。あ、そうだ、肝心なことを言うのを忘れてたね。ハッピーバースデー。今日は一日君を甘やかしてあげるよ。ハッピーバースデー。
一番にお祝いしようと思って D3 の前でスタンバってたんだよ。自分以外の誕生日をこんなにお祝いしようと思うなんて、君のこと大好きだよ。もちろん僕の次にだけど、それでもいいよね。君なら、そう、君は自分が一番大好きな、綺麗で可愛くて魅力的なアスモデウスが好きだろうなって。でも、時々想像することはある。もし、自分よりも好きな存在が現れたら、僕はどうなっちゃう？君となら、そんな未来の日が来るかもってね。その時は、きっと今よりも君のことを食べちゃいたくなるから、覚悟してね。君が僕たちのところに来てくれたこと、この日、君も僕らと、違うな。僕と今日一日、君がずーっとハッピーでいられるように、僕たち頑張るから、来た君にとって、この一年が素敵なものになりますように。こんばんは。今日は一日楽しく過ごしたかい？ずいぶん前から君の誕生日に何をするか、あいつらが計画していたが、うまくいっていたなら嬉しいよ。それならよかった。弟たちも喜ぶだろう。あのレビーですら、好きなコミックの発売日を忘れるほど、君の誕生日をどう祝うかで頭がいっぱいだったようだ。ディアボロが君を選んだ理由がよくわかる。君、もちろん俺にとってもその力は有効なわけだが、さて、まだ俺からのお祝いを、誕生日おめでとう。人間がどれだけ繁殖しようと、明日悪魔の俺にはどうでもいいことだったが、君については少し考えが変わったようだ。君という人間がこの世に生まれてきたことが嬉しいと感じるし、もし明日君とこうして話ができなくなってしまったらと思うと、とても悲しいなんてあまり経験したことがない感情なので、戸惑ってるくらいだよ。こんな風に君は俺を変えてしまう。それがいいのか悪いのか、まだ俺自身にもわからないが、君と一緒にいることは心地よく感じるから、きっといいことなんだろう。願わくばまた来年もその先だから、俺から逃げるなよ。ああ、せっかく0時にななんで寝ちまったかな、俺。もう通じてんのか。いや、お前が誕生日だといち早く察知したマモン様が、じきじきに祝いに来てやったぞ。おう。そんな喜ばれると悪い気はしねえ。今日はこの俺様が、お前がハッピーに過ごせるように何かと気を使ってやるから泣いて喜べ。あはははは。だから、まあ、その、あれだよ。ちょこっとだけ真面目な話してやると、
お前が交換留学でうちに来たっていうのは、よかったな、と、思ってるっつうか。弟どもは楽しそうだし、あのルシファーですら、お前といるときは雰囲気ちげえしな。俺もまあ一応、お前といると、楽しいし。ああ、だからとにかく、あれだ。誕生日おめでとう。じゃあな。おかえり。食い物の匂いがする。おかえり。食い物の匂いがする。ありがとう。すごく嬉しい。ありがとう。すごく嬉しい。ありがとう。すごく嬉しい。なんだ。食い物の匂いがする。